どうも、サガンです。ちょっとね、今緊急で撮ってるんですけども、阪神の矢野監督が今シーズン限りで退任するというニュースが入ってきました。ちょっとね、記事の方を紹介させていただきます。阪神の矢野昭弘監督が31日、沖縄県内の宿舎で2月1日スタートのキャンプに向けて全体ミーティングを行った。終了後の取材で選手に今季限りで監督を退く意向を伝えたことを明かした。矢野監督は18年オフに当時の2軍監督から1軍監督に昇格。3年目となった昨季はシーズン序盤から独走態勢に入ったが、ヤクルトに逆転されゲーム差なしの2位で終了。16年ぶりのリーグ優勝を逃していたということで、まあ、まだねちょっとね詳しい情報入ってないんですけども、明日からキャンプインというタイミングで今日全体ミーティングを行っていて、でその全体ミーティング終了後の取材で今季限りで退任するということを発表したということで、矢野監督のコメント入っております。俺の中で今シーズンをもって監督が退任しようと、来年監督という立場でここに来ているということはないという気持ちを持って自分に挑戦していきたい。チーム選手申し訳ないけど俺のためにもなるのかなと思って決めた決断だったんでとね、まあ、わざと自分を追い込んでるというかね、もう今年限りということをこのタイミングで明言して、今シーズンは本当にね死ぬ気で挑戦していくということですね。でデイリースポーツに向けたコメントでは、今シーズンを最後に監督を辞任するという思いを伝えた。俺自身退路を決めることで気持ちを伝えさせてもらったとおっしゃっているので、まあ、さっき言ったね追い込むということプラス、まあ、選手たちにこれだけ本気だぞってことを伝えるという、まあ、2つの意味でねこのタイミングの発表だったんじゃないかなと、まあ、サバ監督的には思いました。で今入ってきた取材のコメント紹介したいなと思います。今シーズンをもって監督を退任しようと思ってるのを選手に伝えた。これを伝えたからって選手にどうしてほしいというわけではないけど、選手後悔のない野球人生を歩んでもらいたいとか、昨日の自分を超える日々を過ごしてほしいとか、そういうことを伝えてきた中で、俺自身が退路を決めることで監督としての挨拶が今日が最後だなという気持ちを込めて挨拶をさせてもらった。明日の2月1日という1日も帰ってこない1日なので、来年は監督という立場でここに来ないんだなという気持ちを持って自分も挑戦していきたい。それがチームのためにも選手のためにも申し訳ないけど自分のためにもなるのかなという決断で決めたことだったので、選手にはそういう風に伝えさせてもらったとおっしゃっていまして、で気になるいつ決断したのかという質問に対しては、球団から続投要請をしてもらっている時に自分の中で考えることが多かった。何が一番チームにとって選手にとっていいのかを考える中でシーズンが終わってから決めたということだそうで、伝えた時の選手の表情はという質問に対しては、どうなのかな、俺も気持ちが入って話をしていたし、みんなもマスクをしているので全員の表情は分からなかった。俺も込み上げてくるものがあったし、でもスタートなんでね、何も後ろを向いてやるためにそんなことを言ったわけではないしということで、まあ退任っていうとねやっぱマイナスなイメージなんですけども、今シーズン一日一日今日が最後だなという気持ちを持って歩んでほしいということですね。でこの退任発表を聞いていた選手のコメントも入っております。今シーズンからキャプテンに就任される坂本誠志郎選手のコメントです。びっくりと言いますか、びっくりしたのが一番。選手も思うところがあると思うし、監督も覚悟があって言葉にされたのもあると思う。自分たちがやることは変わらない、野球で表現したいとね、まあほんまにそうですよね。ファンもねびっくりしたというのが一番、まあ、めちゃめちゃびっくりしたんですけども、やっぱりね監督も半端な気持ちではこんなこと言わないと、自分たちはやることは変わらないという強い言葉、まあ、選手の皆さんにはね絶対に矢野監督今シーズン胴上げしてほしいなと思いますし、まあ、ファンからしたらね、まあ、できること少ないかもしれないんですけども、まあ、全力でね僕ら応援して球場に行って、で秋には絶対矢野監督の胴上げをね、まあ、テレビでも球場でもいいですけども泣きながら見たいなと思います。ちょっとね今お伝えできる情報としては少ないんですけども、また詳しい情報など入ればこのチャンネルでお伝えしたいなと思います。阪神タイガースに関する動画をアップしているチャンネルなんで、ぜひね特に阪神ファンの方チャンネル登録よろしくお願いします。また改めて詳しい動画出したいなと思います。取り急ぎでご視聴ありがとうございました。さようなら。